はい、ということで皆さんこんばんは、理事長でございます。今回ですね、 OB but a cube やっていこうかなと思います。まあタイトルの通り、まあ OB をするんですけど、まあこんな感じでね。はい、うそこみさんこんばんは。はいはい、うんうんうんって、そうです、あの全員があのキューブになってますね。なおくん、そのなんか情けない顔してウィーって、今日なんかちょっといつもよりやる気ないね。OB バットは、ユーアキューブへようこそ。ステージを転がって障害物を飛び越えてくださいと。最後までたどり着いて最強のキューブに、ということでですね。はい。で、動画班、クリアできるステージは、300以上と、いう感じです。動画班、これあの300ステージだって今日。やめます。やめるな。まだ始まったばっかだろうが。はい。という感じで皆さんやっていこうかなと思いますんで、高評価とコメント、たくさんお待ちしております。今回たくさんのステージあります。こんな感じで、シンプルなスタート、次がほら晴れたそばにみたいなベーシック、ほらゆったりとしたケーキとか、いろんなステージがいっぱいある。やばくない？ほら気まずい遠足。リリチオ俺を見てくれ、シラジアスニコニコさん。はい、何どうした、ニコニコさん。はい、もうシラジアスニコニコさんもベーシックまでクリアしていると。でもあのシラス、あれだよ、そんな先進めると動画に全く映らんよ今日お前の役割がないぞ。お前何のために行きましょう。これが皆さん最初のステージになってます。よし、行くぞ。これ多分普通に転がるだけだよね。転がってよいしょと、ほらこれで2ステージ目。シンプルだね、簡単だね。みんな誰か落ちてるよね。早くない？あ、これ簡単。あ、転がるだけです。これ特に何の問題はありません。これね、これ最初めっちゃ簡単ちゃう？はい、オッケー。はい、オッケー。で転がって、ここで黒の止まって、ほら、勢いよく行き過ぎると倒れるわけだね。まあ、最初はシンプルですね。こうして、これ落ちない。あー、なるほど。これ段差でボーンって落ちるわ。はい、下手くそーってうるせえな、お前。まだまだですよ。これ、ジャンプでゴリ押すぞ、ほら。あと皆さんね、これ、このマップあれですよ。二段ジャンプができるの。あ、これ赤とか当たっちゃダメだよね、ほら。二段ジャンプができるので、うまくこれで調整したいね。ここ、ショットができる。本当？え、もしかして二段ジャンプでショットガンやって、みんな。ほら、こっから。ほら、こういうことや。ナイス！オッケー、いいね。上がっていくぞ。うわー、これやばそう。これやばそうじゃん。大丈夫？大丈夫？そんなゴリ押しでいける？慎重にいくぞ。ほら。うぃ、今。で、横に避けて、オッケー、完璧。これめっちゃシンプルやね。まあ、ほんとだからチュートリアルみたいな感じなんやろうね。ここでは特に悩まずいけるで。これは？あ、上に上がるやつだ。上に上がって、上に上がって、OK。はい、15ステージ。最初が確か皆さんあれですよ、28でクリアとかやったから。ちょ、うまく。あ、わ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 。うわ、ここむずそう。あ、でもこれあれや。一回当たっても大丈夫や。ほら、ダメージが減るだけで死ぬわけちゃうわ。あ、これ多分スピードアップ？これ。あ、これスピードアップだ。ってことは後半あれやな、スピードアップしている間にクリアしないとダメですよみたいな感じなんやろうね、これね。ナイス。あ、あれあれあれ、今誰か落ちませんでした？あれ誰ですか、落ちたの今。大丈夫ですか？あれ大丈夫ですか？うんってあれ、くるくるピピさん。ここにいるのは僕、クルオハ、ナオくん、テルキかな。テルキは待ってる組なんだけど、あの僕ら下手くそ組です。あの下手くそ組クリアするぞ。はい、オッケー、ナイスクリア。はい、シンプルはこんな感じだから、ノーミスかな。はい、リリチョノーミスで行くことに成功しました。素晴らしい。え、嘘つくなって。え、いい？みんなここに入れすぎか。 YouTuber には編集っていうスキルがあるんだよ。リリチョが失敗してるところを全部カットすればノーミスなんよ。僕らにはない。そうですよね。なら僕にはある。チートや。そうツイッチの人たち切り抜きお願いします。やめてください。で、どこ、これ、あ、次ここだ。みんな晴れたそばに、はい、ベーシック行きましょう。まあ、ここもそんなむずなさそうやな。で、逆に言うとさ、後半がやばいんちゃう。後半なんか結構なんか意地悪ステージみたいな、なんかずっとトランポリンエリアみたいな、なんかそういう感じになるんちゃうんかな。はい、ぴょんぴょん、止まるな、グゾコムシ。止まったら負けね。はい、グゾコムシノンストップ。あ、いいか、俺レベルになるとここら辺はね、皆さんほらこんな感じで、俺レベルになると皆さんこんな感じで、ほぼノンストップで、俺レベルになる皆さんこんな感じで、ほぼノンストップでいけれるようになるわけですね。ほら、一応ノーダメっていうのも一応キープしてるということで、もうこれベーシックもこれノーミスやな、これな。今までのゲームってさ、こう2段ジャンプとかがない OB が多いから、
これ二段ジャンプできるから結構やりやすいわ。よいしょ。はいはいはい。もうダメージ気にするな。もうゴリ寄せゴリ寄せ。こうして、オッケー。うわ、ここ最後ダメージゾーンある。これ絶対誰か引っかかる、これ。うわ、クリアやーと思ったら誰か引っかかるぞ。おー、いいね、てるき。うまいね。さあ、来て、みんな。大丈夫か後ろ組。はい。はははリリチローって、お、リトゥールモンスターどうした？追いつくから待って、いいよ。え、リトゥールまさか今来た？絶対追いつけんやろ。追いつけんのか。まあ、追いつけるか。このゲーム楽しすぎて明日ずっとやってられる。え、そのレベル？本当にそれ。海外勢で今流行ってるマップだからね。実況者みんな上げてるんで。まあ、多分まあ、クオリティは高い。あぶね、あぶね、あぶね、あぶね。26やから、多分そろそろクリアやで。よし。滑りたい、滑る。はい、滑って。あはははははうぃ、オッケー。カットってやめろ。クロはチャットで書くな。チャットはごまかせんのじゃ。青連投して証拠隠滅。だからカットで書くなっつってんだよ、だから。だからカットで書いたらダメなんよ、お前。いつもこの戦法でいきます、皆さん。YouTuber 全員そんな感じやから。YouTuber 全員やらせやから。こんなもんやから。これが裏側で YouTuber の。っていう感じで、やるやんって。クリアー。で、今のとこ順調やね。チュートリアルの次、要は2ステージ目まで一応クリアしてる人がほとんど。シンプルベーシックの次、はい、ゆったりとしたケーキステージと、これ40ステージあるみたい、みんな。でもこれもなんか楽勝って言ってるね、ほら。え、これ楽勝じゃん、みんな。楽勝ってステージでミスした人、番称いいよ。クソ簡単やんけってね、めっちゃ簡単じゃん。おい、おい、いいね、もういいよ、いいよ、ほら、なんかギリ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 。おい、おい。おい、こら、調子乗るからこうなるんちゃうんけ。おい、おい、ピエロ、こら。次のこのダメージあたりからちょっとずつ難しくなる？まあ、言うてやな、でも。そんな、まだ、まだ簡単ですね、オッケー。おい、クロハ大丈夫か、お前それ。クロハもう宙に浮いてるで、それ。それ落ちるんちゃうのか、それ。それ落ちてないの？え、落ちてないの、それ。なんで？いや、なんで？いや、意味わからん。なんで今の落ちてないの？クロートっていうのは、二段ジャンプ使いません。これ素人です、これ。ほら、素人の動きしてます、これ。ほら、目の前のやつ。誰だ？あー、てるきくん、君まだ甘い。まだね、このマップを知り尽くしてない。もう二段ジャンプは甘いだから。じゃあもう二段ジャンプするなよ。まあね、まあまあまあ、このマップはね、このステージではやらんかもしれんわ。任せろって。さあ、本来だったらもうクリアなんですけどね。ん？道を当てろだって。こっち。はい、こっちですね。あ、任せろ。動画は任せろ。次、青。はい、オッケーオッケー。で、次、赤。青、赤が全部逆じゃねえか、ノット。お前、嘘教えんじゃねえ。ね、無心でやってる。でも、グソクムシさん、動画班として僕のとこ来てください、じゃあ。いつもの代用グソクムシやってくださいよ、いつもの。楽しすぎて無理っすねって。皆さん、今日は違うらしい。いつもの代用グソクムシ鈴鹿スタリリナさんじゃありません。いつもネタをしてる、ペアパヤちゃんがまだ一回もチャットしてないからね、パヤパヤちゃん。ちょっと楽しすぎてね、チャットしろや、お前を。サボんなって。動画班ちょっと一緒に行こうぜ、これ終わったら。今俺40ステージで、ちょっと、このショートケーキ、このスイーツエリアクリアするから、スイーツエリア、あ、クリアー、オッケー、いいね。はい。32ステージのイージーブリーですね、行きましょう。ブリーっていじめるとかの意味じゃなかったっけ？監督、三号くん、てるき、しらすか。の5人がいるよね。あ、他のメモも来た。おいでおいで。君は？あ、クルオハト、よし、行くぞみんな。クラクラさん、先生、先生。先生、今落ちませんでした。大丈夫ですか？先生、カット。あ、オッケー、カットしましょうか。オッケー、オッケー。脳筋でいけなくなってる。一回必ずやっぱジャンプ挟まないとクリアできないようになってる。ほら、でもこれ一回一回止まった方がいいぞ、これ。変にこれタイムアタックしない方がいいわ。初等化しないで一歩ずつゆっくりいくね。ただ、さっきのエリアよりはステージ数は少ないからね。オッケー、ナイス。オッケー、オッケー。オッケースムースセーリング、どういうステージ？うわー、これも長そうやなー。抜けますってなんだお前。え、やばい、やばい、やばい。待って、なんかさ、急に難易度上がったんやけど、みんなこれ待って、これ普通にむずい、普通にむずい。これなるべくこのキューブを固定した方がいいわ。変な転がり方するとキューブが回転してさ、逆にやりづらくなる。
回らん方がいい。ほら、なるべくこのキューブの、よし、まあ、いければいい。キューブを固定した方がいい。ほら、この面を、ほら、面を固定して回らんようにせんと、ほら、こんな感じで落ちちゃうんですよね。あー、ポテチうまうま、みんな頑張れーって。ペーパーちゃんでもね、明日クリアまでやるもんね。ペーパーちゃんは、撮影外でクリアまでやるってことやね。いや、違う違う、リトル、違う違う。動画の時ではやりませんって。でも撮影外でクリアするからってことよね。あー、偉いね、ペーパーちゃん。だからもう動画の撮れ高とか、そういうの関係なしにクリアまでやるってことか。あー、なるほどね。いやーって。あと1週間休みだよって、ほら。のっちゃん、あと1週間学校行けんらしい、行きたくても。よし、15。多分折り返しは行ってるんちゃう？え？ブースターをヒット壁にある。え、これ下じゃないの？これ壁にダッシュ版みたいなのがある。本当？ああ、そういうことか。ほら、みんな分かった。いくぜ。こういうことや、こういうことや、みんな。ほら、こういうことだ。なるほどね。これ気づかんな、なかなかな。で、ここでミスると誰、ここでミスると誰よ、みんな。オッケー、来た。オッケー。待って、これ多分赤やから当たっちゃダメなんちゃう、これ多分。ほら、赤当たったらダメだ。ほら、ちょっとでも当たったら戻される。これ横の方がいいね、みんなね。ほら、横で行こう。あ、オッケー。ここまで行って、ほら、当たっちゃダメ、当たっちゃダメ、危ね。オッケーオッケーオッケー、完璧完璧完璧。よくできてるね、このサイドも当たっちゃダメみたいな感じになってるわ。オッケー。うちに帰りたいって。今家で撮ってんじゃねえのか。今こっちか。うわー、で、オーケー。はい、ポンポンポン。ウェーイ、クリア。リリジョーに何らかのバグが起こってチュートリアルからになってくれ。じゃあ動画終わらんぞ。おい、ペアッパや、トラブル発生ターンって何？しかもさ、で、その次がみんなあれだよ。気まずい遠足だよ。これ逆に今ラストなんなんやろ。タフな航路、終わりのない味、日差しの下、カオスが生まれる。ちょっと待って、ラストステージやばいぞ。カオスが生まれるって何？カオスが生まれるって何なの？そんなむずいん？じゃあ行きます、トラブル発生ターン。さあ、のっちゃん、角生やしておりますね。でもみんなここまでかな、みんな。じゃあここまでクリアしたら終わりにすっか、じゃあ。黄色エリアまで頑張ります。ダメージの色がこれオレンジになってんの、めっちゃやりづらくない？同化してるんよね。オレンジもまあまあまあ、多分そんなムズないかもしれん。言うてクリアできない難易度じゃない。 OK、 ゆきいけるか、ここ。むず。あ、でもさ、もうクリアだよ。だって今20ステージだよ。もう多分クリアいけるで。ここむずいな。これもうダメージ食らう覚悟でいった方がいいね。ここもう強引に25。はい、26。これ多分ラストちゃう？みんなこれラストラスト。オッケー。あぶ、あぶ、あぶ、あぶ。ほら、ゴール見える、ゴール見える。よし、オッケー。オッケー、クリアー。これどうする？これ次エリアやる？もう結構やったで。ちょ、序盤だけ見よっか、この気まずい遠足。やる？いや、もうよくない、気まずい遠足は。しかもこれ26ステージやで。まあ、わかった。じゃあ、これ、頑張ろう。ここまで頑張ろう。気まずい撮影な、そう、気まずい撮影になるよね。もう遠足じゃないもんね。ノーミスでいきます。もうそのぐらいの緊張感を持っていかんといかんわ。こんなすぐじゃない。そうだよ。ちょっと誰か見といて、てるきくん、レベル、ステージ5まで戻ってきなさい、じゃあ、あなた。マジで俺ノーミスでクリアするよ、俺。マジで。理事長が死ぬわけない。うん、任して。お、ま、マジでの、マジでこれネタ抜きでいくよ、みんな。視聴者のみんなもさ、いつものネタみたいな感じでさ、なんかいきなり死んでからすぐエンディングパートになると思うやん。そんな甘くないから。これマジでクリアするから。はい。はい。はい。危な、これ。サンドイッチされるんや。これ、急いでいかんとサンドイッチされるで。危な。ほら、うまい。はい、うまい。はい、うまい。ここノーミス。絶対難しかったとこやけど。リリチをちなむと初見殺しがある。ちなみにそれ何ステージ？それ、知らず。教えない。なんでや。いや、ちょ、テルキ行こう。やっぱクリアしたくなったわ。だって、ここむず。
え、9ステージ目やばくないこれ。9むずいぞ。これ普通の人間やったらいいんやけど、これキューブでやると難易度やばいぞこれ。ここやな。オッケー。これやばいわ。うわ、ここ超えちゃうな。お、テンパラちゃん来た。落ちた。来て一瞬で落ちた。で、こう。あ、オッケー、いけない。よし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 。これやばい。これむずいわ。あ、多分、確かに、なんかいきなり難易度上がったイメージ。ここで。普通のネオジャンと同じ感覚。いや、でもさ、キューブになるとまた変わってくるくない？いつも通りのプレイができんねんけど、キューブになると。あと、滑るしね。あと、転がったりするからさ、めっちゃやりづらいんやけど。お、ナイス、シラスクリア。シラスクリアやって。しかもこれあれで、一回でも当たったら終わりだよ、これ。ほら、いつもの赤のダメージゾーンじゃないぞ、これ。即死ブロックやぞ、これ。OK。OK。これあれやろ、みんな、これ。ほら、黒に乗って、ジャンプ。ここもみんな、あれだよ。黒に乗ってからジャンプ。OK。で、これは赤に当たらんかったらどうということはないから、もう強引に行きましょう。ほら、こんな感じでね。ゆっくり行くぞ。よし、28、28。いけるいける、みんな、いけるいける。マジでクリアできる。もう一回降りて。上乗る。うわぁ！ほら、ゆっくりとみんな、一歩一歩、踏み出していこう、ほら。よし、みんな、ゴール見たぞ。行くぞ、みんな。なんでだ！ジャンプ、オッケー。ここは一回止まろう、みんな。止まっていい。よし、止まって。よーし、来たー。はい、ということで、皆さん、やっていきました。動画班が、半分以上いなくなりましたね。半分以上の動画班が途中で挫折するぐらいの難易度なんで、皆さんやる際はね、気をつけましょう。あと、1日で、クリアしようと思わない方がいいね。これ、時間をかけてゆっくりと攻略していきましょう。1日でやるもんじゃないですね。はい、という感じなんで今日の動画は終わりです。皆さん、お疲れ様でした。